臨んでほしいなと思います。まあ、ケソン空港からの行き方というのは空港タクシーは使わないことですね。僕も1000円ぐらいで行けるはずのところ5、6000円取られそうになったことがあるので、空港タクシーというのはちゃんとしてそうなんですけども、結構ぼったくりがあるのでそれ気をつけた方がいいかなと。まあタクシーか、まあ、バスで行くこともできるんですよね、ケソンシティまでは。なので、まあ、それを利用するというのも、まあ、日本からですね、ケソン行くっていう時にはもう当然直行便で、関空とか成田羽田からですね、直行便4時間で、まず二の焼の国際空港に行って、そこから、バスタクシーで行くっていう形ですね。まあ、渋滞がすごいのでやっぱり相当時間はかかりますよね、バスでもタクシーでも。で、まあ、電車で行くっていうのがあるんですけど、これ SM ノースってケソンシティにある、SM のモールなんですけども、そこの目の前まで、まあ、すぐ近くまで電車が